第33節の戦いです。清水エスパルスは静岡ダービーから1週間。さあ笛が鳴って清水ボールでゲームがスタートしました。最高峰からタスタのロングフィード、これが通ってチアゴサンタナ、白崎、ホナウド打ってきた。近いところにカルリーニョスがいますが、高いボール中央へヘディング、チアゴサンタナです。ボールの質も非常に良かったですし、当て方も上手でしたね。はい、山原縦行きます。山原、北川、抜けてきた、山原だ。惜しかったですね。はい、計算もあるんでしょうかね。そうですね。はい、松村来ます。鶴本クロース。鈴木がよく弾きました。オーダーです。フィーボールになりました。もう一度戻ってきます。さあピッカーふわっと入れてヘディング、跳ね返りボレーシュート、ミサオ、さらにもうやられた、決まった、セカンドチャンス、ミサオ、ブロックだったか、そのままネットを揺らしました。からすると少しアンラッキーだと思うんですけども、ピトカの左足から権田弾いたところですよね。はい、まあ、1回シュート打ってまたいいところに落ちてきました。でシュートというよりも足出したところに当たったんですかね。ブロックでしょうね。はい、でシュートを打って自分で前向きで反応して少し足を出したところでボールが当たっているので、そうですね、まあ、クリアしたボールがうまくミサオの足に当たって、まあ、良いところに飛びましたけどね。中山はプレーを切ろうとしたんでしょうけど、いや、そうだと思います。はい、それをブロックしたミサオのアウトサイドに当たってネットを出しました。まあ、それでもミサオがシュートを打った後の反応がやっぱり前向きで早かったということで、今みたいな場面、ヘディングスキューバー、こぼれ球後ろから、まあ、良いボールと鈴木優真のロンダロングフィード、セルドはチアゴサンタナ、キム・ミンテが蹴ったところで笛が鳴りました。最終節を前にした第33節。